皆さんこんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草刈新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草刈新聞購読視聴規約、ここでねこの動画一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にして一語一句読み飛ばすことなくお読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、この動画を見ることはできません。すべての文言に承諾できた方のみこの動画の続きを見ることができます。それではいきましょう。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想を送ってください。ステッカーを販売しております。令和2年11月6日金曜日草刈新聞 FX 中野研究会、すいませんちょっとね、咳込んじゃってね、風邪ひいてるわけじゃないんですけど、今シャワーね浴び終わって出てきてね、ちょっと急に撮ってるんでね、動画をね。今の時刻は夜の8時56分ですね。もう少し、あと4分で9時になります。金曜日ですね。で、今日ね、皆様にお伝えしたいことは、ドル円、決済いたしました。すいません。イエーイ、パチ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 ってことで、本当はね、65円まで持っておくつもりだったんですけども、すいません。決済してしまいました。パソコン版の方もですね、1万円チャレンジのスマホ版の方もですね、両方決済してしまいました。なぜかというと、今日はですね、月に1回のですね、アメリカの雇用統計があるんですね。で、まあ今、雇用統計あまり動かないんじゃないかと、ね、大幅にね、相場が荒れ模様にならないんじゃないかって言われてるんですけど、まあそれよりも大統領選の方が大事だからってことですね。ただしね、僕にはですね、苦い思い出があるんですよね。まだね、FX の駆け出しの頃ですね、僕は青臭い若い頃ですね、雇用統計、金曜日の夜ですね、雇用統計一晩一発でね、140万円溶かしてしまった時があるんですね。その時100万円ぐらいかなと思ったんですけど、後で細かく調べたら、いろいろな損切りがあってですね、国内口座だったんですけどね、お衣装はなかったんですが、みるみる一瞬ですね、もう一瞬、もう わずか十数分かな、自分で損切りできなかったんですよね。それでわわわわわって言ってるうちに、まあほとんど持っていかれてね、ゼロカット状態みたいな状態でですね、一瞬にして140万飛ばしてしまったという経験がありましてですね、そこからですね、1年間全く FX 手つけなかったんですね。1年経ってまたぼちぼちやり始めたわけですけども、トラウマがあってですね、克服、まあ、克服する必要もないんですけどね、やめました。それでパソコンの方はこれドル円1分足5分足なんですけど、今日も過ごしてですね、まあ日中は横でですね、この辺横してたんですよね。で、まあどうなるかなって、浮いちゃうのかなっていうのもあったんですけど、まあ最終的に夕方ですね、ここら辺ですね、ここら辺で決済しました。で、今だいぶ落ちてますけどね、決済してから落ちてる、これどのくらい落ちたんだろう、まあ23ピプスぐらい、今は18ピプスぐらい落ちてますけど、まあ、何ら見れないですね。見れないし、いやいや、そんなこと言うの、もっともっとこうやって落ちるって言ってたじゃんって、65円までね。落ちますよ。落ちるんだけど、今日の雇用統計で少し上がっちゃうんじゃないかなと思ってね、50ピップスとか100ピップスぐらい。そっからのリバウンドで落ちると。ちょっとね、下げすぎてんですね、これ3日間でね。なので、今日の雇用で、大統領選ももう織り込み済みでですね、大統領選挙はもうバイデンさん で長期化するってことでね、織り込み済みなんですよ。で、次 のニュースを探してるんだよね、材料をね、ヘッジファンドはね。で、雇用統計は今注目してるんで、
こういう時計多分今回いいと思うんですよね。だからバーンって行っちゃうと思うんだよね。それで結局こうパソコン版の方はですね、いくらになったのって話なんですけども、ちょっと画面大きくしますからね。簡単操作ですね。拡大鏡、あ、オンになってますね。どこにいるんだ、拡大鏡どこにいるんだろうな。え、あ、これか。はい、ペンを持ってきてですね、結局ここにあったねショートポジション全部決済しまして、すいません。本日の損益ですね、2865万2605円ですね。はい、これ1ヶ月、約1ヶ月保持してですね、2800万取りました。皆さんありがとうございます。パチ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 。あと、もともとですね、口座に1700万弱あったので、合計して4562万、飛んで565円になりましたね。5000万にはいってないですね。あと、440万足すと5000万なので、まあ、約2倍ちょっと、2.2 倍すればですね、1億になるんですね。なので、これは1億円までは皆様の、1億円までは皆様の目の前でやります。その後は、自分でまたやりますって。4500万になったよ、これ。すごいでしょ？はい。ということでですね、今日は2865万で終わりにしました。約1ヶ月間ね、保持してたんですけども、あと、パソコン、スマホ版のやつですね。1万円チャレンジの方はいくらになったかって、ちょっと待ってくださいね。はい、すいません。スマホの方もですね、決済してしまいました。すいません。結局ですね、スマホの方はですね、63万9千円ですね。63万9千円の利益になりました。約64万円ですね。1万円からチャレンジして63万9千円になりました。で、もともと入金したり出金したりしたんだけども、入金してるのが、14万円ぐらいあったんでね。14万ぐらいあったので、まあ、それと合わせて出金、さっきね、出金しちゃいました、これ。出金、承認 OK になりました、速攻でね。78万7500円を出金しました。はい、で、これ残金ってのはちょっとよくわかんないですね。何か計算間違えてこうなるんですけどね。で、クレジットボーナスはこれ全部消滅します。出金するときにね。消滅します。ということで、クレジットボーナスはこれ消滅ですね。78万7500円を出金しました。まあ、ちょっとね、間違って79万円出金したかったんだけど、2500円手数料取られるかなと思って、あらかじめ2500円を引いて出金依頼したら、出金依頼した金額の中から向こうが勝手に2500円取るみたいですね。忘れてましたね、ちょっとね。はい。78万7500円出金しました。利益は、63万9000円ですね。1万円から始めてね。まあ、もっと伸びたんだろうけれども、ちょっと雇用統計前ということなんでね、約1ヶ月間も持ってですね、今回、決済しました。それで、ポジション調整を行って、またポールポジションを探してですね、まだショートのターンだと思いますから、ショート目線、まあわかんない、ロング目線かもしれないですから、ちょっとまあ、自動売買ソフトの中野雄二先生の、テクニカルチャート分析とか、ファンダメンタル分析を見ながら、サインを見ながらですね、エルカショートかロング入れていきたいと思います。ということで、スマホ版1万円チャレンジの方は、利益が63万9000円、約64万円まで伸ばせました。ありがとうございます。そして、パソコン版の方は利益が、この1ヶ月で2、ガチホですよ。ただね、ガチホしてただけなんですけど、2865万2605円まで増やせて、口座残高は4562万565円まで増えました。今年ね、あと2ヶ月あるので、2ヶ月で1億円まで達成したいと思います。それでは今日はどうもありがとうございました。失礼いたします。